<laughs> 自由民主党の滝沢元音でございます、西田委員、羽生田委員に続きまして、質疑を行います、私からはあ自衛隊イラク日報問題についてであります。あってはならないことがまた起こってしまいました、私は非常に驚いているのと同時に、かつ怒りを感じております。 4月5日開催されました外交防衛委員会、この委員会においても採決が見送られるという多大な影響を及ぼしているのであります。私は思います。自衛隊は、あの東日本大震災での活動に見られるように、最も信頼できる組織と言われるようになっておりました。しかしかながら 今回のこの日本の問題で、まさに自衛隊が培ってきた信頼が失いかれない、極めて重大な、そして深刻な問題だと私は受け止めております。今、テレビをご覧になっている国民の多くの方々は、防衛省の答弁が、どのような答弁が出てくるのか、厳しい目で、 注目をしておりますぜひ、大臣におかれましては、しっかりと答弁をいただきたい、そのことを申し添えて質問に入ります。本年2月27日、陸上幕僚幹部より統合幕僚幹部に対し、イラク・日本の一部が確認された旨の連絡があってから、3月31日に小野寺大臣に報告されるまで、 1> 1ヶ月以上もかかっております昨年2月20日に国会で当時の稲田大臣がイラク日報は確認できなかったと明快に答弁をしたにもかかわらず今般イラク日報の一部が確認されたところであります国会ひいては国民に誤った説明を行ったので行ってしまったのであれば誤りに 気付いた時点で、直ちに大臣に報告の上事実関係を明らかにして、訂正すべきでなかったでしょうか、どうして大臣への報告に1か月以上もかかってしまったのか、ままず伺います鈴木厚男統合幕僚幹部総括さんお答え申し上げますますずはじめに イラクの日報をめぐりまして不適切な対応があったことをお詫び申し上げますあのご指摘のとおり陸上幕僚幹部から統合幕僚幹部に対しイラクの日報が確認されたとの連絡があってから大臣に報告するまで約1ヶ月を要しています これは改めて陸上幕僚幹部を中心に、日本の探索もれがないか、行政文書の再確認を行ったこと、またこれらの再確認と並行いたしまして、倒幕3時間において確認された約1万4000ページの文書でございますが、これが日本に該当するかどうか、また文書に欠損がないかといった観点から確認を重ねたこと、また今回確認されたこの日報に関係しまして、過去の国会での資料要求や、 国会での答弁、ならびに情報公開請求への対応状況、これを可能な限り確認しするなど、大臣へのご報告に際しまして、事務方として必要な作業を行っていたものですが、結果として、このことが昨年の南スーダン PKO の問題の反省を踏まえていないなどといった厳しいご指摘につながったことを重く受け止めております。このことにつきましては、小野寺防衛大臣より、私も厳しく指導をいただきました。昨年の南スーダン BKO 問題の反省を踏まえれば、このような重大な事案を認知したのであれば、討伐から大臣への報告、このような事案を認知したのであれば、大臣へ直ちに一報するべきだったというふうに認識しております滝沢君。長批判を重く受け止めるのは、それは当然のことです。直ちに大臣に報告すべきだったと思いますよ。その上でさらに驚くべきことが起こりました。 昨年2月の20日の国会の審議を受けて、2月20日22日に当時の稲田大臣は、本当にイラク日報が存在していないのか確認するように指示をしました。その指示を受けて、陸上自衛隊研究本部の文章の探索を行い、イラク日報は存在しない旨を回答いたしました。しかしながら、 しかしながら、研究本部では、昨年三月二十七日の時点で、研究本部教訓課長以下数名が、イラク日本の存在を把握していたことが判明いたしました。それにもかかわらず、稲田大臣を含め、当三役や内局、倒幕に報告してなかったと言われております。信じられません。まずこの事実確認。 事実関係を伺いたいと思います。稲田大臣は昨年2月22日に、どのような指示を出し、防衛省内でどのように伝達をされたのか、伺います鈴木厚雄総括官。お答え申し上げます。ご指摘ののイラクの日本につきましては 昨年2月16日の資料要求ですとか、当時の稲田防衛大臣が2月20日の国会質疑におきまして、確認をいたしましたが、見つけることはできませんでしたと答弁をされたことを踏まえ、2月22日に統合幕僚幹部の当時の総括官に対し、イラクの日報は本当にないのかとの表現で再度探索するよう指示がありました。そそのののの当当該指示を受けた当時時総括官はその日のうちにに統合爆幹部3時間に 3時ずきに指示をいたしまして、倒、え、幕、ー、運用第2課、陸爆運用支援課、空爆運用支援課、輸送室宛てに稲田大臣の指示内容を伝達すると,とともに、国会議員からの資料要求に際して、2月16日に資料捜索を行い、該当する資料が存在しないことを確認した部署について、情報提供を求める旨の連絡をメールで行っております。 日々、口頭を通じて行われることもございます、これが一般的でありご指摘、ご指摘の稲田大臣の探索指示もこれに該当するものであります、いずれにいたしましても、詳細については確認中のところもございますが、昨年2月22日の稲田大臣からの探索指示を受けた対応については、必ずしも正確に稲田大臣の意図を伝達したものとは言えず、改善の余地があったというふうに考えております滝沢君、委員長。今の答弁で 稲田大臣の指示があったとということは分かりましたただし、大臣の意図を正確に各幕僚幹部に伝達したとは言えない、そしてより丁寧に、かつ正確に伝達をすべきじゃなかったかと、私は思います。やはりこれは、大臣の指示が末端まで正確に伝わるような体制づくりが求められていると、私はそう思いますよ。そこでで続いて伺うんですが 日本の存在を把握した研究本部が大臣に報告しなかった件でございます大臣の指示で知事への回答と異なる事実が明らかになったにもかかわらず大臣に報告していかったということは事実なんでしょうか小野寺防衛大臣 この度のこの日報を含めた問題に対しては国民の皆様に、また国会に対して大変私どもとしては申し訳ないと思っております。今回、このイラクの日報というのが昨年、稲田大臣の答弁の中で確認されなかったということで国会の審議が行われたわけでありますがその後、実はその反省も踏まえ今年昨年の7月28日に文書、この海外での 自衛隊の活動の文章というのをまず一つに集めて、その際にすべて確認をして、二度とこのようなことが起きないようにという指示が改善として出されました、その後昨年の秋、それから冬に向けて、今、統合幕僚本部の中に、この資料を全部集めるという作業をしている、その過程の中で、実はイラク派遣の日報が分かったという、その報告が私に今年の 3月日日あありりままししたた土曜日の午前中でありました正直言って大変驚きました。ただあの、再度確認するようにという指示をして、そして月曜日、1日でありますが、私の方からこのような事実があったということで、公表をし、そしてなぜ確認できなかったか等についての,あのお詫びをしました。すみません、4月2日、公表しまして、しっかりあのお詫びをしました。ただ、その際、私、なんで、えー、去年2月、3月に稲田大臣の指示があったにもかかわらず、 なぜそのとき見つけられなかったんだろうということで、再度ですね、その4月2日の時点で、その経緯についてどうなっているんだということで指示をいたしました。そうしましたら、まあ、私も驚いたんですが、4月2日にどうなっているという指示を出したら、4月4日、2日後でありますが、実は昨年の3月27日の時点で、研究本部において、もうこの文章が見つかっておりましたという。 そういうい報告がありました私は本当にこのような、しっかり上に上げてこなかったということ、このことについては、本当にあってはならないことということで、実はその後他ほかにもないのか、本当に陸爆だけじゃなくて、空爆や、あるいは海上爆量にも本当にその日報になるような、あるいはイラクの活動に関する日報のようなものがないのか。 それを今しっかり確認をし見つけ次第また公表しそしてお詫びをするまず海を出し切るこれが今私どもが真っ先にすべきことだと思っております牧沢君あの大臣これは本当に極めて重大な問題ですなぜそのようなことが起きたんでしょうか稲田大臣の指示を受けた文書の探索において 大臣の指示へとの回答と異なることが分かったにもかかわらず、それを報告しない、このようなことでは、シベリアンコントロールは機能してないという批判は当然のことじゃないですか、そこで大臣に伺います。このの件にについいいててどのように認識しているか伺いますこの防衛大臣 ご指摘は最もだと思います。えー、昨年の3月27日に、えー、研究本部でその文書、イラクの日報があることが分かっていたにもかかわらず、なぜ速やかに、えー、稲田大臣を含めて上部に上げなかったのか、えー、誰が知っていて、なぜそのようなことになったのか、これをしっかり明らかにすることが大切だと思っております。現在、大野大臣政務官を中心にチームを作りまして、えー、大野チームに今、えー 4月2日のあ、4月4日に分かった時点ですぐに指示をいたしまして、既に4回、このチームにおける調査が行われ、当事者からの聞き取りが行われているという報告は受けております。速やかにこの報告をまとめ、私どもとしては処分も含めて適切な対応を取っていきたいと思っておりますし、何よりも、やはり、あの、分かっていたことを速やかに上に上げなかったということは、 これはあの私ども、防衛省自衛隊というのは実力組織であります、シビリアンコントロール、いわゆる私ども、まあ、文民が、えー、国民の負託を受けた政治がしっかりとした形でこれを管理することが、戦前の軍事の暴走を防ぐ、その最大の役割だと思っています。そういう意味では、私どもからの命令が末端の部隊までしっかり届くということ。 そして末端の部隊が把握したことを、しっかりと私ども政治レベルまで報告するということ、そして何よりも私どもは国民の代表であります国会にしっかりとご説明をするということ、これが果たされていなければ、シビリアンコントロールに疑念が持たれても仕方のないことだと思います。ここののようなことがないよううななととがいいいいにししっかりしていきたいと思います君今の答弁で 小野寺大臣の指示で、まあ、徹底した真相解明を進めてだからといって、だからといってですよ、防衛省、そして自衛隊の今回のイラクの日本問題への対処に,について、国民の疑念が拭えたとは私は思えないのであります。先ほど大臣は、大野政務官の調査チームをつく立ち上げたとおっしゃいました。一方 客観性を確保するため、第三者による調査を行うべきだという声もこれまたありますよ、そこで伺います、第三者による調査について、大臣の見解を伺います小野寺大臣。ご指摘がありますように、このようなあの調査に関しては、やはりあの身内ではなく、断捨者的な見方というのが大変重要だと思っております。 私は、大野大臣政務官には、国民の負託を受けた政治家として、政治指導で公平中立に調査を行っていただけるものと考えております。また、本件については、迅速に調査を行い、新たにご説明すべきことが判明した場合には、速やかに適切な形で公表することが大切だと思っております。そのためには、大野政務官の的確な指揮の下で、チームにいるメンバーが、 状況に応じて、随時、機動的に集まる現在の体制、速やかにということが、まず大切だと思っております。実際に調査チームは、週末も含めまして、打ち合わせを行い、引き続き、今、大野政務官が省内の幹部による調査を行う、そのような対応を取っております。 え繰り返しますが、私どもとしてこの調査で明らかになった事実を踏まえ、これは速やかに公表いたしますが、国会にしっかりと説明をさせていただき、そしてこ国会からの厳しいご指摘、これにも真摯に答えていきたいと思っています柿沢君。大臣、国民は本当にこれ、厳しい目で見てますからね、撤退した調査を行い、早急に 真実を真相を究明して、えー、国民にしっかりと説明,をせ説明責任を果たしていただきたい、そうよろしくお願いします。さらに続いて、またいろいろ出てまいりました、見つけられなかったと答弁していた航空自衛隊のイラク日報があい新たに確認され、4月の6日に公表されました、まずその事実関係を確認させてください。 鈴木夫総合官答え申し上げます4月の5日夜、航空幕僚幹部におきまして、国会議員の資料要求に対応するため、えー、保存されている電子データの整理を行っていたところ、平成15年から21年にかけて、 イラク人道復興支援活動などを実施した航空自衛隊の提示報告、いわゆる日報の一部、3日分でございますが、これが他の資料に紛れて保存されていることが確認されました。日報は現地部隊があの上級部隊である航空支援集団司令部に対して、部隊の状況を報告するもので、今回確認できましたのは3日分3枚の資料になります。これまでも、えー、イラクのの、えー、航空自衛隊の日本については 国会におきまして、昨年2月においてその存在を問われており、確認した限り見つけられなかったまで回答しております。今回見つかったのは、国会議員の資料要求に対応する中で見つかったものではありますが、大変遺憾でございます。引き続き、す、え、べ、ー、ての、えー、部隊、機関においても、日本の探索を続けてまいります。なお、申し添えますが、この3枚の日本につきましては、この事実を公表させていただいた6日に、えー、開示、非開示の作業を終え、えー、小野寺防衛大臣のご指示により、 えー、日報そのものを公表させていただきました長川君、はい、南スーダンの日報事案を受けて、日報はすべて統合幕僚幹部参事官に一元することになってたはずです。しかしながら報道によると、航空幕僚長は会見で、イラクの分のは過去の分として、倒幕に送っていなかった。 とし過去の日報は対象外だとの認識を示されました過去の日報は一元化の対象ではなかったのでしょうか再発防止策が徹底されていないのではないかと疑念を抱かされる,抱か抱かされるいや失礼しました疑念を抱かざるを得ません日報の一元化これをどう考えているんですか伺います鈴木総括官 答え申し上げますいわゆるあの日報を含みます提示報告につきましては、南スーダンの事案を受けまして、再発防止策ということで、さまざまな施策が行われております、その中で昨年8月に改正いたしました防衛省行政文書管理規則におきまして、行動命令に基づき、海外に派遣された部隊が上級部隊へ報告するために作成した提示報告の一元的な管理に責任を有するものは、統合幕僚幹部参事官とするというふうにされております。 これまでも提示報告の作成時期を問わず文書の探索集約作業を実施してきたところでございます。またこの当該規則を踏まえましてその後改正された陸海空自衛隊それぞれの部内規則においても陸海空自衛隊のすべての日報を統合官統合幕僚幹部三時間に送付する旨。 規定されておりますしたがって、現在、防衛省では過去に作成された,過去に作成された日報も含めまして、えー、統合幕僚幹部への一元化を進めているところでございます、ございま,すまた、あの先般4月7日でございますが、改めて全部隊、全機関あにおきまして、海外に派遣された自衛隊の活動に関し、すべての日報を含む定時報告の探索作業を徹底して行い、倒幕への集約作業を原則4月の20日までに終えるとと,ともに、日報を含む定時報告が派遣され次第 その都度に直ににを行うようよよ防衛大臣による通達が発出されたところでございます、えー、今中央からあの最前線の部隊に至る全隊員が、これが防衛省、自衛隊の信頼を回復、最後の機会であるというふうに強く認識いたしまして、適切な情報管理、文書管理に全力で取り組んでまいります委員長、滝沢君、えー。過去のものも一元化の対象とするという、今、答弁、旨の答弁がございました。 ということは確認、もう一回確認しますが、ということは。過去のものも含めて、陸、海、空。すべての日報が一元化の対象になるんですね。確認します。鈴木敦夫総括官。お答え申します。ご指摘の通り、防衛省では、過去に作成された日報を含めて、すべての。日報の一元化を進めてまいります。滝沢君、はい。大臣。 南スーダン、そして最近のこのイラクの日報問題は、基本的に陸上自衛隊の問題でした、今回、航空自衛隊のイラクの日報が確認されたことで、さらに疑念の目が出てきたのであります、すなわち、自衛隊全体が隠蔽体質であるという指摘があります、大臣はこの指摘,どの指摘をどう受け止めますか。小野寺防衛大臣 国民の皆様から大変厳しい目で、私ども今、えー、関しあの見てい見られているということを重く受け止めております。昨年8月に私が再び防衛大臣を拝命した際に、安倍内閣総理大臣から、日報のようなことが再び起きることがないよう、再発防止を徹底し、国民の信頼回復に向けて全力で取り組みを指示を受けました。これをを受け着任の訓示をした際 私から退院に対して、自衛隊の活動には国民の理解と支持が不可欠であり、国民に適切に説明する責務を全うすることが極めて重要であること、今後、同様の問題が再び起きることがないよう、抜本的な対策を講じ、再発防止を徹底することを指示をいたしました。しかし、残念ながら、この再発防止策の一環として進めてきた日報等の一元管理作業において、昨年、国会において確認したが、 見つけることができなかったと、当時の稲田大臣が答弁したイラクの日報が確認され、またその日報は、陸上自衛隊研究本部においては、昨年3月の時点で発見されていたにもかかわらず、4月4日、今年になって明らかになり、さらに今ご指摘ありましたが、4月6日、航空幕僚幹部において、イラクの日報が存在していることが明らかになりました。これは防衛省自衛隊に対する国民の信頼を大きく揺るがす、 極めて大きな問題であり、私は大変強い危機感を感じております。また4月6日、えー、このようなことを感じ、私から全国25万人の自衛隊員に対して、部隊を統率する部署において、文書管理が不適切であることによって、国民の信頼を損ね、それが現場,で現場で活躍する第一線で活動する隊員の士気を低下させることはあってはならないことであり、今一度、 自らの業務の在り方を見直し、適切に業務に当たるとともに、もう一度、今一度、文書管理や情報公開業務といった業務の重要性を認識するよう訓示をいたしました。このような事案が起きたこと、これを私どもは重く受け止め、そして今後ともこのようなことがないように、まず海外に派遣された自衛隊の日報を、この提示報告に関しては探索を進める、4月20日までにしっかり集める。 そしてその際、もし昨年の国会で指示が指摘されましたイラク等の日報が発見されましたら、発見された次第直ちに倒幕なびに私ともに報告するよう通達を出しました。今後とも私は25万人の自衛隊員の先頭に立って、文書管理や情報公開業務の適切さ、適切な対応をしっかり頑張り、そして防衛省自衛隊に対する 国民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいりたいと思います委員長萩澤君大臣これは本当に深刻な時代だと私は受け止めております今回のこのイラクの日本問題は国民の信頼をまさに裏切る行為であり徹底的に調査して海を出し切り防衛省自衛隊の体質を変えてもらいその信頼を今更に 今まさに取り戻さなければならないと私はそう思います、そこでもう一回、改めて大臣に決意のことを伺います小野寺防衛大臣。防衛省自衛隊に課せられた国民からのさまざまな任務は重いと思っています、今、この現在も島根県、今日は大きな地震がありました。 水道が止まったということで、現場の隊員が給水活動で汗を流しております、このような現場の隊員の士気が下がるようなことがあってはならない、ましてやそれが私ども、まあ、内局を含め、各幕いわば幹部が文書管理を含めた形をしっかり統率できてないことで、国民の皆様の疑念に応えられなかった、このようなことはあってはならない、そう思っております。 えー、この大きな事案を、えー、反省としまして、えー、25万人自衛隊員の先頭に立って、信頼回復に全力で尽くしてまいります滝沢君。大臣は防衛大臣を2回経験をされ、防衛省、自衛隊についても精通している方であります。だからこそ今こそそ今 大臣のリーダーシップが必要なのであります徹底的に埋を出し切ってそして信頼回復に取り組んでいただきたいとそのことを強く強く要望しておきますそれでは、えー、総理にお伺いをいたします総理は先般4月2日の党役員会で新年度予算を速やかに執行し景気回復の た暖かい風を地方や中小企業に向けて届けなければならないと発言をしております。まさに今、地方は、そして中小企業の皆さんは、その暖かい風を待っているのであります。ぜひとも速やかに予算執行をしていただきたいと考えております。ままた外交日日程も目白しであります総理は初版の事情が許せば4月17日から 20日にかけてて訪米しトランプ大統領とと会談されると伺っております貿易や北朝鮮の核開発に加え、拉致問題など、まさに日本の外交・安全保障をめぐる課題は山積しており、日本の国益をかけて、しっかりと交渉に臨んでいただきたいと、そう私は期待しているのでありますが、総理の決意のほどを伺いたいと思います。安倍総理大臣 来、えーまあ、るマ,ルマララゴでの日米首脳会談は、えー、今月末に、えー、行われる南北首脳会談そ,、えー、その後に続く米朝首脳会談の前にトランプ大統領と、えー、今後の方針につき直接、えー、すり合わせを行う重要な機会だと考えています北朝鮮とは過去の教訓を踏まえれば対話のための対話では意味がありません北朝鮮が対話に応じるだけで制裁解除や支援などの対価を与えては なりませんこの基本的な考え方を南北首脳会談が行われる前に米朝首脳会談が行われる前にしっかりと確認をしたいと思っております北朝鮮が非核化にコミットしそれに向けた具体的な行動を取るよう北朝鮮による完全検証可能かつ不可逆的な方法での核ミサイルの廃棄の実現に向け最大限の圧力を維持していかなければなりません最重要課題である拉致問題についても来る 米朝首脳会談において取り上げられるよう、トランプ大統領に改めて調節要請する考えであります。まあ、このような基本的な考え方の上に立って、トランプ大統領と2日間にわたりじっくりと話し合い、日米両国はこれまでも、そしてこれからも100%ともにあるということを内外に明確に示したいと思います。また経経済済についてては自由でで公正な貿易投資を通じアアジア太平洋地域の経済成長を日米で 力強くリードしていくとの観点からトランプ大統領とやはりじっくりと意見を交わしたいと考えております萩川君総理ありがとうございます、えー、まさに日本の国益をかけてしっかりと交渉に臨んでいただきたいし、えー、拉致問題につきましてもしっかりと前進させていただきたいそのことを強く期待を申し上げます、えー、続きまして外務大臣河野外務大臣に伺います 4月27日にも行われる予定の南北首脳会談に向け、私はこの27日の首脳会談の前に、ぜ、え、ひ、ー、とも韓国の外相と会って、日本の立場に、日本の考え方、日本側の考え方をしっかりと伝えることが必要ではないかと、そう,思う考えておりますが、河野大臣のお考えをお伺いいたします。河野 日米韓を中心に中国、ロシアの協力も得ながら国際社会が北朝鮮に対して圧力を最大化してまいりましたそうした効果もあって今、北朝鮮が対話を求めてくるようになってまいりましたしかし、国際社会が過去北朝鮮と対話をした結果結果として何も生まなかったということを考えるとその失敗を繰り返すわけにはまいりません 核・えー、各ミサイルに関しまして、完全かつ不可逆的、そして検証可能な廃棄がしっかり行われる、えー、拉致問題、拘束者の問題が包括的に解決される、そうしたことに向けての具体的な行動がない限り、この圧力はしっかり維持をしなければならんというふうに思っております。これまままで日韓はは首脳によるる電電話話会会談談あいい外相のを行ってまいりましたが え、いよいよ4月27日の南北の首脳会談を前に、事情が許せば私も韓国を訪れ、官与派外務大臣とすり合わせをしてまいりたい。この核ミサイル、そして拉致問題の 包括的な解決を目指すそして拉致問題をこの南北の首脳会談で取り上げてもらうということをお願いをすると同時に拉致問題を含めたこうした問題しっかり日韓で擦り合わせをやってまいりたいというふうに考えております滝沢君委員長はい、はいえー、外交はまさにタイミングも大切でありますまさにそれが今だと思いますのでぜひとも期待しておりますよろしくお願いをいたします それでは1点、地方創生について伺います。安倍政権は地方創生の充実強化のために、5年間で総合戦略を作成し、地方では仕事作り、地方への人の流れ、そして結婚、子育て、希望実現、さらにまちづくりなどについて数値目標を掲げ、さまざまな取り組みをしてまいりました。 そししして年が経過いたしましたこの中間団体を過ぎた、中間段階を過ぎた今、率直に言って、何が順調に進んでて、一体何があうまくいってないのか、具体的な説明をお願いいたします安倍総理大臣。この5年間の、えー、アベネミクスによって、ですね、えーまあ、まずはでわれわれ企業が、われの政策に講する形で、業、ま、績、あ、を上げたあれであります。 確かに、この企業の中でも大企業と中小企業、あるいは小規模事業者、ばらつきがあると言われていたわけでございますが、しかし、今見てまいりますと、また、都市部と地方、大きなばらつきがあると、こう言われてまいりました。しかし、現在ですね、都道府県で有効求人倍率が、すべての都道府県で1倍を超えることができました。また、日銀の短観によると、景況感は北海道から沖縄まですべての地域で、良い、 が悪いを上回っています。まあこれはですね、企業が最高収益を上げたと、えー、言われている第一安倍政権の頃も高い収益を上げたと言われていたんですが、その時にはですね、そういう状況ではなかったのでありますが、今回はですね、景気予感が沖縄から北海道まですべて良いが悪いを上回ったということであります。まあそういう意味におきましては、景気の温か暖かい風が、えー、つつうらうらまで えー、そして中小企業、小規模事業者にも及んできたと思います、また、委、え、員、ー、の地元、青森県においても、ですね、えー、アジアを中心にリンゴの輸出がこの5年間で2倍に増加をしましたし、それに呼応する形でアジア各国からの観光客も増加をして、外国人宿泊者数は5年間でなんと6倍になっております、そういう意味におきましては、この観光は地方にとっても大きなチャンスになりつつあると、このように思います。まあ、このように 特殊化あるふる,ふるさと名物、豊かな自然、固有の歴史、文化、伝統など、その地方ならではの強み、魅力を生かして、日本全国にさらに世界から成長の息吹を取り込むことで、地方のさらなる景気回復につなげていきたいと、このように考えておりま竹滝沢君、総理、ありがとうございます。これで終わります